はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、取り壊し予定の建物の賃貸借について解説いたします。この取り壊し予定の建物の賃貸借については、定期建物賃貸借の一種だと考えていただくとわかりやすいです。なぜなら、定期建物賃貸借っていうのは、更新がない建物の賃貸借でしたよね。で、今回の取り壊し予定の建物の賃貸借も、更新がないんですよ。で、これなぜかというと、建物賃貸借契約をしたその目的物である建物っていうものは、今後取り壊される予定なんですね。なので取り壊されてしまったら、これ更新できないじゃないですか。だからこの取り壊し予定の建物の賃貸借についても更新がないということで、定期建物賃貸借の一種なんだという話です。で、どういった内容かというと、法令とか契約によってで、一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合、建物の賃貸借契約をしました。で、その建物は法令とか契約によって一定期間経過後にその建物を取り壊される予定ですよと、それが明らか、そういった場合、取り壊すこととなるときに建物の賃貸借契約は終了しますよという旨を書面で特約をしなければならないというふうなルールになっているんですね。つまり建物の賃貸人と賃借人の間の建物賃貸借契約で、この建物っていうのは後々取り壊されちゃいますよ。一定期間経過したら取り壊されてしまいます。だからその時に契約は終了になりますよ。賃借人さん、あなたはその時出ていかないといけないですよ。更新はありませんよという旨を書面で特約をしなければならないという話なんですね。で、ここの法令とか契約、ここの部分がちょっとややこしいというか難しいので、一つ一つ解説していきます。まず法令によって一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合ってどういった場合かっていうと、例えば都市計画法の都市計画事業とかってありますよね。例えばバスが通る道路があって、これ狭いからちょっとこれを広くしましょう。で、バスが通りやすくします。というような都市計画事業があった。となってきた場合に、この狭い道路沿いの土地に建物が建っていて、その建物の賃貸借契約をしたと。で、その建物っていうのは、この都市計画事業によって取り壊さないといけない。道路沿いに建っている建物なので、道路を広げることによって、この建物を取り壊さないといけないっていう場合があるんですよ。まあそういった場合の話です。また土地区画整理法の内容で言うと、土地区画整理事業を行う予定だといった場合です。その場合っていうのはもう建物を取り壊して、土地の区画整理を行うわけですよね。なのでこの場合ももちろん一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかなので、まあこういった場合を指します。これが法令って話ですね。で、もう一つが契約です。ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、地主と借地権者の間で建物の住居の特約があった、まあ、つまりこれ建物を取り壊す契約があったといったイメージです。例えば AB 間の土地の賃貸借契約において定期借地権だったと仮定します。まだちょっと定期借地権とか、まあ、借地権勉強していなくてわからないっていう方は、まあ、とりあえずここは聞き流していただいて大丈夫です。わかる方だけ聞いてください。定期借地権だと一定期間経過した時にこの建物とかをまあ取り除いて、まあ取り壊して土地を更地にして返さなければいけないんですね。まあそういった契約をしていた場合、この B さんは土地の上に、借りた土地の上に建物を建てて、これを C さんに貸しました。この BC 間が建物の賃貸借契約ですね。で、この建物っていうのはこの一定期間経過後に取り壊す予定がある建物ですよね。まあそういった場合の話です。これが契約ですね。まあこういったことによって一定期間経過した時に建物を取り壊すことが明らかだといった場合は、取り壊すこととなる時に建物の賃貸借契約は終了するんだよという旨を書面で特約しなければなりませんよという話です。まあ内容的には難しくありませんので、ここ頭に入れておきましょう。まあキーワードはこの線引いた部分ですね。一つ、二つ、まあ、三つ。まあ、あとこれ書面でやらなきゃいけないっていうことなので、四つですかね。法令とか契約っていうのは一つ。
また一定期間経過後に建物を取り壊すことが明らかな場合、まあ、これが2つで、取り壊すこととなるときに賃貸借契約は終了しますよ、これが3つ、まあ、それを書面で特約しなければなりませんよ、これ4つですね、まあ、書いてある内容っていうものは全て重要だということです。ここは出題されたら特定していただきたい部分なんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。